藤博子です。今回は15世紀のフランスのバスタルダ隊を描きます。バスタルダ隊はゴシックですけれども、とても柔らかな線の草書体です。書く内容は女性 の、 クリスティーヌ・ド・ピザンという書家でもあり詩人でもあった人 の、 悲しい詩です。それから他は歴史的なこの書体を和紙に載せてみたらどんな表情が出るかと思い、高知の薄みの動作引きという紙に絵の具で書きます。でそれをアクリルの鏡の上に乗せて光の効果を楽しみます。白谷泉です。各書体はローマンキャピタル体です。平筆でゆっくり書いていきます。書くテーマはピース、平和です。星幸恵です。書体は、一応フリーな書体なんですけれども、道具が、ルーリングペンというカラス口を使って書きます。今回はドローイングの線と形が非常に個性的になってしまうので、一応あまり文章は読めない方がいいかなと思ったので、ラテン語でガリア戦記を書いております。
川田真珠です、今回は、歌舞伎文字鑑定流を書きます。文字はあの歌舞伎文字というぐらいで歌舞伎の時専用の文字となっています。普通の書道と違うのは特にもう太く丸く、真っ黒に書くのが特徴で、全てあの劇場にお客さんが入りますようにというような願いを込めて書きます。新春を迎えるにあたって、おめでたい文字や、春によく興行される下題をあの演目を中心に書きたいと思っています。深谷由紀子と申します。コンプレストイングリッシュミニスキュールと言います。これは11世紀の書体なんですが、その前はもっとあのコロコロと丸い感じの文字だったのが、少しそれが縮んだものです。これがもっと縮んで12世紀ぐらいになると幅の狭いカクカクとしたゴシック体に移っていきます。その過渡期の書体です。それを今回は自分なりに今風にアレンジして書きます。ホメロスの、イリアスという長編物語です。トロイ戦争の話で、ギリシャとトロイが争う物語です。主人公ともいえるアキレウスが、兄弟のような存在の、パトロクロスと一緒に戦うんですけれども、彼らの兄弟のような友情にスポットを当てて、その勝負を書きます。岡本のり子です。イタリック体とジェスチュアルライティングを書きます。イタリック体はあの歴史的な書体なんですけれども、あのその中でもとても個性が現れている書体だと思います。今回はあのそうですね、優しい感じで書かせていただきます。ジェスチュアルライティングは、動きの感じられる、書き方なんですけれども、実際に書くときには羽ペンを使って書きますので、割と金属のペンよりも弾力性があるので、それを生かしてなるべく柔らかく流れるように書きたいと思ってます。いつも読んでいる本の英語訳なんですけれども、それをあの自分で読んでるような気持ちで書きたいと、はい、思っています。
立花右門です。落語の世界で使う文字です。寄席文字と言います。これはあの歌舞伎の鑑定流と相撲の字と、まあ戦車札の字と、寄席文字と4つ、まあ、共通項なんですが、隙間がなく、で右上がりに書くということが基本的な、まあ、特徴ですね。はい、隙間がないのは、まあ、鑑定流でもお話があったかもしれませんが、お客様がたくさん入るように、隙間がないようにというふうに願って書く文字です。実際使う字をここでご覧いただこうと思ってまして、主にあの落語界で使う芸名をこう舞台の上に出します。めくりっていうんですが、めくりを皆さんに書くところをご覧いただこうかなと思います。普段はまあ見せない書き、まあ、あのめくり書くところは普段ご覧いただけないので、それを見ていただこうかなと思ってます。角田久子と申します。今回はペルシャ書道を、やる予定です。ペルシャ書道というのはイランの、書道なんですけれども、日本と同じように書道の道というような芸術になっています。で全く大体同じなんですけれども、お習字というので小学校でも習っているし、それ以上やりたいという方は先生のところに行って、習うというような感じになってます。イランというのはイスラム教徒なんですけれども、イスラム教徒というのはあのコーランが各家庭にあるんですけれども、それと同じぐらいイランの詩人で、14世紀の詩人なんですが、ハーフェズという詩人がいて、その詩人の詩集というのがコーランと同じぐらい各家庭にあって親しまれています。でその、ハーフェズの詩をの冒頭の部分を、ちょうどイランの習字の楷書と草書にあたる2つの書体で書こうというふうに思ってます。和田優子です。カリグラフィックドローイングという即興の、ドローイングを描きます。もともとクラシカルな歴史的な書、カリグラフィーを描いていたんですけれども、そこから派生して、どんどん抽象的な、表現というところに入って今あのやっています。
今日は、特に特定のものを書いてるということではないのですけれども、イメージとして、センテンス、文章、それから、単語、それを時々見ながら、それを抽象的に組み立てていくというような作業をいたします。川南美和子です。書体は写本の中で使われていたバーサル体という書体です。今書いているのが、15世紀の写本なんですが、今日の12月26日の聖人であるセント・ステファノという人の、キリスト教の初めての殉教者なんですけれども、その人のページを書いています。非常に古い文字なんですけれども、とっても装飾的に作っていくので、いろんな形に変化させていくことができます。桐畑真澄です。フラクトゥールという書体を書きます。フラクトゥールというのはラテン語のフラクタスという意味から来ているんですけれども、壊れたという意味があって、普通のゴシックとは違ってちょっと崩れたような感じのゴシックです。かな書道をやります小林博覧でございます。今回は百人首を一からずっと書いていくということなので、作者を入れてその歌をこう、書き綴った様子を平安時代の巻物のように王朝継ぎ師という、この特別なまた紙、手作り一枚一枚の紙に、平安時代の雰囲気が醸し出せたらなというふうに思っております。
東優子と申します。カッパープレート体を描きます。線の強弱がはっきりしていて、優雅さとエレガンスさを持った文字です。ギリシャ神話の一編を書きたいと思ってます。ポインテッドブラッシュのフリースタイルを担当しております朝岡千里と申します。私の書体はイタリック体をベースにしていますが、全部流れるような有機的なラインを基本的には表現したいと思ってます。で、今回書く文章がタゴールの自然に対しての尊敬の念を込めた詩を書きますので、そういった植物的な流れるようなこう風に舞うような葉っぱのようなですねラインを表現したいと思っております。高田由紀子です。漢字を書きます。書体は漢字の中でも行書、草書、あと楷書を書きます。一番多分皆さんに馴染みの深い書道、お習字ですね、そういったものの漢字の漢詩を書いていきたいと思います。